大阪市。競技実施は、夜間中日本地区本部中部支部。電話投票の競輪場コードは47。松坂競輪場は1950年に開設された。2003年の11月より三連単が全国で最後に導入され、すべての競輪場で三連単が買えるようになった。四日市競輪場と交互に開催され、 四日市競輪場開催時は場外発売を行っていたが2007年度より四日市競輪場が記念競輪を除きナイター競争による開催に移行したため登場での場外発売は2006年度末をもって廃止された記念競輪としてガモウジサトハイオーザ競輪が開催されておりもともとは毎年7月に開催されていたが 近年は11月に開催時期が移動され、2014年と2015年は5月、2016年度は2017年3月、2021年は9月に開催される。開催2日目のシード優秀競争は、2013年までは、現在の三重県松阪市出身の国学者の元折、ノリナガの名を取り、元折ノリナガ賞の名称で行われていたが、2014年から、 地元の特産品である松阪牛の名を取り、松阪牛賞の名称で行われている。特別競輪は2002年と2007年に、ふるさとダービーが開催され、ガモウジサト杯の名称は2日目のシード優秀競争に使用された。また2011年と2019年に、共同通信社杯が、2021年に、ウィナーズカップが開催された。 2018年6月19日から、ミッドナイト競輪が開催されている。また、2020年9月7日より、ナイター競輪、ギュッと松坂ナイトレースを開始した。イメージキャラクターは、牛の、マックと、マッキー、それにちなんで、マックカップ争奪戦、マッキーカップ争奪戦が開催されている。トータリゼータシステムは、日本トーターを採用している。 イベントとして、毎月1回に、自転車、コーチングデーが開催されており、元選手によるバンクでの自転車の乗り方などの指導が受けられる。競輪場併設の選手宿舎には、松坂スポーツ振興研修センターの名称が付けられており、競輪開催期間中や休館日以外であれば、一般人の利用も可能である。宿泊のほか トレーニングジムや貸し会議室等での利用にも対応している。2017年4月30日より、茂勝式投票、チャリロートの発売が開始された。なお松坂は、豊橋競輪場、別府競輪場、熊本競輪場、小倉競輪場とキャリーオーバーを共有する、グループ G としての発売となり、キャリーオーバーの大障外である、チャリロート3については、 松坂の発売はない。近年は赤字経営が続いていることから民間企業への委託を図るための計画を主として作成し、そのための補正予算案を議会に提出したが、2012年11月の松坂市議会と12月28日の臨時市議会でいずれも否決される。これを受け山中光重松坂市長は廃止の方向で、 競技と表明した。しかし直後の2013年1月に行われた市長選で山中は再選を果たしたことから再び民間委託の方向を探ることになり4月には多常の開催業務を受託している日本邪真判定当時現株式会社 JPF とアドバイザー契約を結び民間委託であれば 今後の開催は市側が赤字とならないことを示した上で改めて市民に対し公開プレゼンテーションを行うための予算案を議会に諮り可決されたこれを受け業務委託企業が応募されたが先にアドバイザー契約を結んでいた日本写真判定一社のみであったためそのまま日本写真判定が6月1日に 応募企業として公開プレゼンテーションを行っている。そして、業務委託に向けた補正予算案が議会に提出され、6月21日に可決された。これにより、松坂競輪場は、同年7月1日より、日本写真判定による業務委託の下で運営されることになり、当面は存続されることになった。一周の長さは400メートル。直線の長さは、 標準的だが、カントがややきついためまくりや追い込みが決まりやすく、先行タイプの選手には厳しいバンクと言われている。ありがとうございます。